아の世界なぜ背を向ける
지키고 놈이 그 문맥에 쏠고 그랬으니 네, 인진주의가 그걸 지키고 간 사이고 나라나이 타면 아저씨가 네, 我々は 他の生命とも共に生きてるんだということ概念をね日本はそれで一番いいところに来てる。概念革命が必要だ。アメリカの軍隊もね武器を持ってるか問題であるんだってね。武器を持たない軍隊の心だけの光がある。自衛隊の軍隊の彼の武器を発せばね心の中に光がある。そういう光を目覚めさせておく運動がないと我々は これ地球上から戦争を追い出すことができる。だから私は核兵器禁止条約沖縄を手こにして辺野古の方々何名いらっしゃる辺野古行ってる方々いない辺野古勇気を出してこの核兵器条約を取れるには人類がばってるじゃあそしてね長崎 それから広島の方々を行うんで、ね、東映の都合ではないかもしれんけどね、アイキャンを呼んで、シンポジウムを開くのよ。ね、やるのよ。そうして世界を動かすの世界を。皆さんがそれを世の中でならば、僕は特攻隊になってね、トランプの前でコンサートしてますもんね。ね、なるんですね。僕は自信がある。ね。 さて、時間はどうなってる？あ、相撲を今日ね、今度はね。あ、相撲。だから、相撲がね、はい。あ、だめよ。僕に相撲できなかったら困るよ。ただ、また単なる悪いおかしいところになっちゃうよ。ね、私がおかしくではない人間にするために皆さんが質問しなくちゃいけない。それも困るような質問。 どうかね。珍しいな。と、変更から、何ですか。先ほど、結局もう、埋められてるから、どうしようもないって言ってましたけど、まだちゃんと埋めてませんから、今からでも大丈夫です。だから、それじゃ、あのね。あそこにね。あそこに。過去。あそこに過去を埋めようとして、お客さんになるから。 あのね、だから作りませんって。アメリカのね、イルコイ電波とかあって、そこにピースメーカーという人が1000年前に現れたんだよね。争ってる五分足を中に刺して、あと一つのプラスが入って、六分足から中指刺して、火炎の木、はい、次か、まあ、バスの木が、そしたらここに、武器を含めて、怨念と、ね、怨念、恨み、悲しみを全部含めて、流したという伝説があるんだよね。 僕らはそこに行って交流してるんだよ。そこで独立宣言してるわけだ。自殺させてるわけね。もう、どこから独立をするかというと、そんなね、琉球王国も、その古い独立者はダメだね。国境線をなくすの、沖縄から。これ、琉球、ね、沖縄、周囲。国境に全ての問題がある。国家の既得権というのはね、あるわけね。資本主義や共産主義とか、あるいは君主制度とかね。そこで、循環がなくなってるから、 関係できないようになって、だから沖縄が最初にね、うまく日本人の地を使って国境からの独立運動を起こせばね、沖縄にブラックホールを受ける。そういうのには賛成です。沖縄にこれ以上の基地はいりませんし、天満もソクテク沖縄にそういうふうな軍事施設はいりませんっていうようなことを天満が言ったんです。あのね、僕は説得、この大賛成、あのね、沖縄のちょっと遡って考えてくださいよ。 これが5割に返してとか持っていけとかっていうね。沖縄に必要でないものを持ってきそうもない。沖縄に必要でないものは日本にもアメリカにもどこにも必要ないというね。本当は必要ないんですけど。だからそこに本当のことを言うのかな。だから安倍さんはどうしても必要だと言うんだったらどうぞ。まあちょっとね、あの、ああやってしないってことでもね、基本的にはね、そういうピンポンのね、運動をしないもんね。沖縄に必要でないものはどこにも必要でないとね。そういう大きい風呂敷をかけるよ。
そうしたよ、愛さんがね、愛さんがなぜないってことは、これをなくすことができるのは、あの一つのパッシング能力を持った、世界政府が地球連邦が、世界連邦がそうですよ。沖縄から作ってみない？作っちゃうの沖縄から。作るのよ、こういうことをできないと終わっちゃいけないのね。誰かが考えればできるよ。 遠くないで僕がバカなってあるから、ね、皆さん後ろから僕を応援するわけ。あれまた不利に言うと、どうぞ言ってもね。でもあれをもう70年間不利にしてると許せるわけよ、ね。僕も70年同じこと言って歩いてるのかね。だからやっぱりあれだけの天才がいったんだから、アインシュタインが。なめらを流したんだから。このなめらを日本政府を取らなければ沖縄が取るではないか。 それで一番実績のある平和運動家たちが、そこに目を向ければいいのよ。今、目先のことはとにかく、まあ、知事選がありますし、まずはとにかくそういうふうな感じで進んでいかないと、今の安倍さんの意のままになっちゃいますから、そこだけは反対したいと思います。誰が支持であれば止められると思ってる？やっぱり、それ大きな反対している人。知事ではないよね。 主人公は主人公はね、だから県民です、主人公はね。それじゃはっきりものは言わないし、反対から徹底してね、あれも全部、今からのね、土木業とのね、何も防波堤作るもんじゃない、防波堤を壊して、自然の中に良くするとかね、そういう新しい発想法の土木業を欲しがってみようさ、ね。だから、 この沖縄のこの予算がどのようにして配られて流されていって、どういう形でね、自然環境が破壊されていくのかということをね、もう一度、国で今日すぐにこの帰ってしまったのかな、ウエスさん。ね、あとは頑張ってもらわないところでね、若い人たちは非常に優秀な人たちが出てる。僕は政治をやって分かったことは、僕政治家ってね、頭いいなと思ってたの、ね、よ。 沖縄政治家はね、一つだけ得意技がある。こうして、ね、立派に見せる力がある。立派に、こう見ると、ね、立派そうなので、ね、話しした頭がバカ。脳みそ見てみたらバカ、ほとんど。でも、得意技。そこで見れば騙されちゃう、騙されちゃう。でも、新しい政治家が出てきてるんだから。ね、中身もあって。 若い人たちもいないよ。もうファッションは東京とあんまり変わりはないんだけど、情報の脳内ファッションがまだできてない。ね、もっとね、脳内筋力のね、訓練した方がいい。そうしないと、相手の作る方の方が巧妙、怒ってる、いや、全部作らってしまってるじゃん、これと。まだ全部待ってないけどね、多分、次はこう来るよ、相手側は。 普天間基地は返さないという。そうなると、さっきまでも言い分が出てくるじゃん。普天間基地を返さないと困ると、ね、変な国が少しずらそうです。そういうね、誘導があると。ね、そういう誘導があると見といてよ。こっから言うと、普天間基地はそもそも、なんていうのかな、 まとめてやる。北部にね、基地を、要は沖縄からその那覇から入るでしょ。右側見たら自衛隊の基地の絡みがあるの。左側見ると米軍基地の絡みがある。そうして行くと全部絡みが見えるから、これじゃあアジアのね、安全保障を維持するためのアメリカとしてもまずいから、ね、基地を見えないところに隠そうというコンパクト議論というところだ。だから北部に収めようというね。 そこで彼らの稲も変換するとか、そうだけね。さあ、それまではできてるわけ。彼らの稲といえばね、よく考えてよ。普天間基地も入ってるはずなの。彼らの稲なんだから。しかし、なんだ彼らが都市長と出たのか。1966年のね、マスタープラント、引き換えになったのか。本来ならば、1966年の辺野古の、キャッシュ、やっぱしはね、基地は、 あれは神奈川基地が破壊された時の大隊基地だったのかな。二つ出てたね。しかし大隊基地はもうできてるのはっきり。どこにあるかというとね、
有事体制ができたわけね、あの雨の時、ね、もう有事法制ができて、あ、有事体制ができてるから、もうそこでも戦争が始まると、そこも基地にすることができる、この場所も、中古道もね、なってるわけね。そうなると、もう大体基地はどこにあるかというとね、平行滑走路の中の、平行滑走路が大体基地となってるんだよ。それじゃあ、なんで余ったこの普天間基地をね、表に出すかというと、それは簡単。他の鹿児島から台湾まで入ってる自衛隊をどうして入れるか、アメリカの戦略ですから。ね、よく、そういうものもよく見てくれたのよ。ね、だから大、まあ、一番大事なことは、自衛隊がアメリカの傭兵化としてならないようにはない、戦略のことは。自衛隊が傭兵化したらそこに、だから自衛隊を目覚まさせなくちゃいけないわけね。そうなると、関東軍の暴走、あの陸軍の暴走をね、ね、あのこれを踏み笑った彼がその三国同盟がやってね、大事したら、こういうバカなとこ暴走するね、軍隊を作っちゃったんじゃいけないぞ、ね、だからもう一度海兵隊も、あ、海軍もね、陸軍も、まあ、空軍もできてるし、ね、この人たちに、僕一番この人たちと音楽したいよ、はっきり言って。実際が、あの陸軍とやってる、はい、海軍と演奏してるよ。そうしたらね、こう言ったからけど、ね、やってもいいんだけど、僕は全ての武器を楽器に言ってるから、あなた方の関係者に入れてくれるかと言って、それ入れてくれた。なぜなら、キラさんね、一番平和に願ってるのは私たちですって。なぜならば、戦争が始まったら、自分らが戦闘に立っちゃう。戦争起きてないと思って。そうしたら、そこで僕は海軍とコンサートするよ。そうしたら、翌日か毎日、最後にいじめられて大変。わかる？自衛隊と演奏すると最後は起こるし、ね、辺野古の基地と運動する右翼を向こう、右翼ね、めんどくさいね。私は右翼でもなく、左翼でもなく、仲良く、ね、あれ？何かあるなければ、あと曲を出してもたくさんあるThank you.
私は核兵器実用の話があったんですから、これがどのような意味を持っているかということは、沖縄が主人公になるしきに来たんだ。沖縄のコンプレックスが花になるしきに来たんだ。そう思ってください。 こちらからもおきまして、クラシック追悼カメラで終了させていただきます。もう一度拍手をお願いいたします。ありがとうございました。この後ですね、木梨昇吉の城ハンドブック、こちら。